長友出てんのすごい。今ボール持ったの長友じゃない、右奥のあれ長友じゃない、あれ長友、長友人からボール取られるの結構怖いんだよ。みんなそうだろ。そうだ、あ、長友や、長友や。長友好きなの？いや、なんかいつまでも出てる人だんだん好きだ。なんか言い方良くない？誰だ？いや、もう知らないよ、全然。けど、いつか、いつまでも出るんだろうな。いや、言い方やだな。あ、これ俺に、え、めっちゃうまそうじゃん。え、めちゃくちゃうまそうじゃん。そうでしょ。めっちゃ、あざーす。そばつゆっていうワードを見ても、高崎くんだ。あ、俺のダイエットそばのために。たまにはあ、てか、まあ、ちょっとマジ作ろうかな。俺普通に、おー、すっごい近かったな。そばつゆ写しに来たんだよね。はい、近寄って、いいよ、思い存分。思い存分、笑いざっぷりで、あんま言えてねえだろ。謙虚とかなんだろ。え、ちょ、マジでうまそうじゃん。しかも辛そうじゃん。青唐辛子そばつゆ、え、これどこで買ってきてるんだ。紀ノ国屋。最近さ、新宿でさ、何階だかでさ、改装してるところって紀ノ国屋じゃない。新宿わかんない。新宿はビックロがなくなった。あ、なくなったね。なかった。え、なくなったよ。ビックロの10年空いてたのになくなった。その点長友すごくない？長友すぎ。確かにな。だってビックロ始まる前から長友走ってて。長友まだ走ってる。まだ走ってる。いや、そのまだ走ってるがちょっと。サッカー選手としての生命の話でしょ。まだ走ってる。おじいちゃんとかに行くやつや。行け行け。あ、ダメか、ダメか、いけるか。いけ、黄色しかおらん、周り。ちょ、これ多分さ、太る成分入ってない。あ、入ってねえんじゃねえかな。ちょ、お前聞いてないよ、そんなモリモリ来やがってこっち。俺、どうしたどうした。まさかと思うけど、ここにもここにさ、オレンジジュースちょっと入ったんすけど。ついてないよ。あ、キモが飲んで上がっちゃった。はい、怒って。はい、怒る予定だったから。予定はしっかり。僕が怒ろうと思っていたのは、もったいない行動に対して。しかし彼女はしっかりとオレンジジュースを飲み切った。だからお前が悪いんだ。笑うことに逃げよう。うん、面白かったです。お疲れ様です。面白かったです。おー、よかった、逃げれました、はい、これめっちゃ美味しいですよ。あ、これがしもちゃんくれたやつ。そう、これプレゼンすると、うん、ストレート果汁 100% ってあるでしょ。 100% ジュースってね、いわゆるコンビニとかに売ってるやつっていうのは本来その 100% をもっと濃縮したいわゆる 300% ぐらいのやつを水で薄めて 100% にしてるんです。これはストレート 100% って言って、ほんまにこの 100% 絞ったものを 100% ということなので、新鮮さは損なわれていない。しかも高知県温州みかんストレート非常に美味しいんですよ。もうちょっと、もういいですか。ちょ、俺にもちょうだいよ。お前に 100% はもったいないよ。 20% で十分だよ。出てけ出てけ、フルで出てけ。いや、もう出てけ。けどお前のオススメの 100% なんで、お前のオススメの 100% なんで、これで出てけ、出てけ、出てけ、希釈しなきゃいけないんだよ。ちょっと俺にもちょっと、ちょっとだけ待っていい？いいよ。でも醤油感覚でそのままかけちゃえばいいんじゃない？これ。あ、なるほどね。うん、いつも醤油かけてるぐらいだったら。あ、うまっ。全然違う。おいしい。酸っぱさ全然違うね。おいしいです。これは全然違うね。全然違う、これ。全然違う。びっくりした。やばいな、これ。やばい。柑橘って感じ。本田圭佑と音楽センスねえとぐらい違う。結構似てない今の。俺はそれよりも違う。マジで、佐藤のご飯。本田圭佑ですよりも違う。本田圭佑です。本田圭佑と本田圭佑ですだったらもう全然違う。なんか本を出すパターンですみたいなこと。いや、今気づいたわけじゃないでしょ。自覚管理言ってたでしょ。うん。あ、もうちょ手に余る。お風呂開いたよ。おい、入んねえよ。100度だよ。100度だよ。5月12日のキムチは食える。キムチはいいんじゃない。キムチはだって発酵してるもんな。ちょっと期限消えたぐらいが美味しかった。あ、そうなの。味が絞られて。そうかそうか。やばい、匂いが。匂いって言っちゃった。匂いやばい。うん、すんごい。匂い以外何？なんか食べ物のさ、匂いっていうのが嫌なの。あ、そうなの。香りって言いたいと。香りって言いたい。まあでもちゃんと匂い使い分けてるから俺が。あ、さあ。そっち臭いの方にするかもしれないけど。めっちゃあ、親御さんですか。親御さんですか。このそばのお父さんですか。木島偏りすぎてコメント待ってます。でもいつもこれ食べ終わった器を洗ってなしもだから。あ、
お母さんありがとう。はい。パーティー。どうした坊や。さあそれではこれをかけていく。坊や感強い。いや新品だから。あいつがいいの危ねえ。これあげるよ。これあげるよ。ねえねえ洋服ついちゃうよ。ねえねえねえ。はい。はい、グリスト今日はあのパイプユニッシュお願いします。グリスト今日パイプユニッシュしといて。ねえねえついちゃう。すいません。あしっかり気をつけて。はい、グリスト今日パイプユニッシュして、はい、結構行った方がいいですかパイプユニッシュ。結構そうね、あのしっかりめに。はい、あじゃあ周りこびりすぎちゃうから。すいません、じゃあ結構あのすいません、パイプユニッシュもったいなかった、すいません、これがいっちゃいますよ。あすいません。はい、それでしっかりあのまずかき混ぜてもらって。ゴミ箱も近いな、シンプルに。ごめんなさい、ゴミ箱近いですこれ。そりゃそうでしょ、グリストの近くは。ああ、そうなんですか。むしろあのゴミ箱にグリストが近いんだよ。いや、そんな問題じゃ、こんな考え方の問題じゃない、これ。何？答えはない。答えはねえよ、今の。食べまーす。すいません。はい、グリストを綺麗にすっといてね。食べますね、普通に。うんまっ。あ、やっぱマジ辛さちょうどいいわ。めっちゃ美味しい。辛さない、ちょいある。いや、ん、あ、でもうまいわ。しもちゃんありがとう、本当に。よかった。あ、すいません、ごめんなさい、バイト初日なんですけど。はい、あ、すいません、何し、あ、昨日買った子。はい、なんで昨日受かった子。あんま昨日受かった子って聞く、はい、あ、そう、もうやるその最初の関門、関門っていうか、え、これ最後の関門じゃないですね。そのどんどん楽になってくるんで、バイトって。あ、はい、挑戦する。あ、はい、挑戦っていうか、まあこれ贅沢だよ。これ何ですか。これはグリストだよ。あ、うん、これはあのもう結構あの溜まってるから。あ、はい、今月の。あ、はい、ちょっともう一気に、あ、はい、一気に決めちゃって。あ、はい、うん、うわすごいな。これ周りからカッカしっかりね。あ、はい、落として。はい、うん。客観的見たらやべえな。大丈夫。みやみくん、みやみ、あ、いいね、いいよ、いいね。みやみくんいいね。どう、みやみくん初のグリストは。みやみくんすごい、なんか、いや、めっちゃ生えてただろ、こいつ。おい、キムチ、先月の、なんていうのかったっけ、ここ5月の。みやみくん、マジグリスト。な、なんですか。マジグリストですか。ま、マジ、ま、なに。どうしたどうした。おお、すごいすごい、威嚇してるよ、威嚇。あ、先輩に威嚇してるよ、マジグリストだったから、大きくなって。いや、俺怖くないよ、全然全然。俺もグリスト結構掃除してるもん。あ、おー、すごいね、渋川豪樹だ。渋川豪樹やっちゃってんじゃん。うん、いや、でもちょ、これマジで美味しいですわ、しもちゃん、ありがとう。辛さがね、そんなにないです。じゃあ、アウトライよかったね。うまっ、ありがとう。ノジ食う大丈夫。今サッカー見てるから。そういうことなのか。あ、自分も飛んでます。のじり一言も喋ってねえよ、それ。のじり、おー、いいよ。のじりはね、本当にサッカー見てやってて、おー、いいよ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 、力少ない、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 少